害福祉サービス事業部マネージャーの須田です。私たちコスモスカレッジは放課後等デイサービスを運営しており、6歳から18歳までのお子様がご利用されています。松戸と柏で6教室を展開しており、小中学生メインの教室と中高生メインの教室がございます。特色としてはカリキュラムの提供を行っており、内容は主にパソコンスキル、実践トレーニング、ソーシャルスキルトレーニングの3本柱で構成されています。その他にも実際に就労支援事業所への見学、子どもたちが作ったものをバザーで販売し接客体験、スタッフ犬と同伴出勤してワンちゃんとの触れ合い体験、ボーリングや映画館などに行って楽しみながらも社会のルールを学ぶといった内容を取り入れながら提供しています。主な業務内容は児童対応、カリキュラムの作成、書類作成、送迎などです。障害のある方が安心して暮らしていけるような環境を提供できるお仕事に魅力を感じたのがきっかけです。やりがいは子どもたちの笑顔だったり、一緒に楽しく過ごせることはもちろんですが、カリキュラムを提供し少しでも子どもたちの自立のきっかけになるような支援が行えることもやりがいになっています。未経験でも安心、前職経験が何でも活かせる、みんな話しやすい合同勉強会が楽しい、みんな笑顔になれる、合同勉強会が楽しい、提案がガンガン通る、一緒にランチも、Always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love. You to have it all.